今日もエイジさんに呼ばれましたが、なんと今日は公園の中のテニスコートに来いと。いい音しますね、ボールの。あれあれ、おはよう。エイジさん、おはようございます。おはよう。俺今日タートルネック、タートルネックちゃんと、はい、おかしくないでる。まあでもいいんだよ、通気性がいいからな。通気性がいいよ、確かに。よし、俺今日どうすか、テニスコート今すごい盛り上がってるよね。テニスですか。テニス、我々が誇る、はい、大坂なおみ選手、日本が誇る、あ、はい、全豪オープン優勝、優勝されましたね。すごいよ。結構前じゃないですか。ちょっと前。いやもうやっぱさ、テニスやっとこうと思って。ちょっとやって。僕ですか。わかりました。いやいや、ちょっ、小川エイジ本気サーブ。うわっ、ぶっ。もう想像通り。前回の動画ね、あ、もう、はい、まあ、筋トレ動画ですよね。そうそうそう、エイジの筋トレ、あ、はい、もうね、5000回再生回数、いやすごいっすね。比べてる、やっぱあの中でさ、やっぱり、はい、渡るくんの結婚をはじめ、はい、ね、いろんなお話させてもらったけど、はい、強しさのブルーレイ、はい、そしてあれやな、はい、朝倉くるみちゃんの話とか、はいはい、ね、すっごい反響を帯びて、本当にあの皆さんのおかげだなということでやね、はい、ちょっと考えて、はい、やっぱこういった皆さんにあの御礼を申し上げたいと。おお、うん、でやっぱ口で何ぼでもあれやるやから、はい、やっぱあのプレゼント企画をさせていただこうと。マジっすか。我々のチャンネルを見てくれてる方々は、うん、やっぱ長渕剛さんを好きな方が多いと思うんですよ、ね。そうそうそう、はい、そう。だから長渕剛さんゆかりのっていうのが一番いいよね。やっぱ一番それを喜んでもらえると思いますよ。そう、それでやっぱ俺たちやっぱトンボ小川英治できてるわけよね。で今回英治のこの衣装で我々のね撮影して、はい、俺で、はい、もうこの小川英治が、はい、使った、はい、このタートル。このタートルを今ちょっとテニスでちょっと汗かいてしまったんだけど、はい、まあ、この使用済みのタートルを、はい、そのまま、はい、皆さんに、はい、お送りしたいなと。いや、クククじゃなくてこれ本人なんでめちゃくちゃ笑ってんのかっていうのと、マジでいらないっすよ多分。いらないかな。はい、いらないって分かってるから笑ってるんですよね。長渕剛さんゆかりの小川英治よね。はい、で小川英治ゆかりのタートル、はいはい、いや、いやそうっすけど、来てるよ来てるよ、はい、いやそうなんすけど、これっすよ、これただのボロ布っすよ。袖だから袖、これ長袖のタートルネックと思いきや、そうです、脱ぐとノースリーブになっており、そうそうそう、はい、では取れると、そうそうそう、これはそれを取った首のパーツはここに繋がると、なんと T シャツの袖と、これをプレゼントさせていただく、はい、いらない。マジでいらないですか。何様っすか。違う違う、はい、だからさ、はい、なんかもうもはやなんかスター気取りみたいになってますよ。あたかも自分が使ったのが需要がありそうなみたいな。いやだから、はい、できることは何だろうって思ったわけよ、はい、これ皆様に御礼をね、そうですね、はい、お礼できる方法はってさ、やっぱ、はい、ペッと浮かんだんだよね。ペッとそのペがもう手抜き感すごいですよ。まあでも、あ、はい、まあ、とりあえずあの、はい、私の思いとして、まあ、それをちょっと、あの、あそこの下の概要欄のところに、はい、ディスクリプションか、はい、あそこに変えてくるんで、まあ確かになんか、はい、僕もなんか間違ってたかもしれないです。
何が。いや本当にエイジさんまっすぐじゃないですか、うん、だから本当に5000回の視聴回数をいけた、うん、感謝の気持ちを本当に皆さんに言葉だけじゃなくて、そう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 、本当に伝えたい、そして届けたかったってことなんですね、うん、そう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 、で、うん、考えペッて考えたのがそのボロネタってことっすよね。タートルね。タートル、タートル、はい、タートルネック、はいはい、そうっすね。これをちょっと、はい、ぜひね、はい、応募していただきたいな。でまあちょっとさやな、今ちょうど3月なんで、はい、今月いっぱいかな、はい、3月末日をもって、はい、ね、あれじゃない、インスタがあるんで、はい、インスタにダイレクトメールで、はい、いただけ、あ、応募方法、応募方法なんかもうどこかのなんかその著名な方がやる方法と一緒の取ろうとするのやめてもらっていいですか。そのまずやっぱチャンネル登録していただくと、あいただき、はい、そしてインスタも、はい、フォローしていただき、はい、でダイレクトメール、あということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。多分応募一件も来ないと思いますよ。結構汗かいちゃったからな今日練習で。洗わないですか。え、使用済みのってやつさ、剛さん使用済みのって洗ってんのいつも。いや、ライブで使った使用済みの、はい、T シャツですとか言ってさ、あれ使用済みで洗ったら、使用済みの方があれですよね。そうだ、いやそれは長渕剛さんだからっすよ。そうですよ、はいはい、はい、この小川英二に対してはどうかはまた別の話、別の話っすよ。それは別っすよ。まあでも、はい、うん、けどまあある意味で今の立ち位置と実力が分かると思うんですよね、うん、そうやね、はい、うん、もう本当にそうやな、クレームのコメントが調子乗んなとかいっぱい入るかもしれないです。そうやね、それはそれで受け止め、覚悟していかないと。覚悟して。あ、でもあれでいいよ、応募のやつでダイレクトメールで、はい、あの使用済みじゃなくてもいいですと、洗って送ってくださいっていうコメントを出してもらえば、はい、そこに乗っ取った形で、あ、ちゃんとそこは視聴者様のご希望に沿って。そうですね、ちゃんとアメリカから日本に、そうよ、ぜひ、うん、振るってご応募いただきたいのと。そうだね、なんか届いたものをこう写メとかいただけたらすごい嬉しいですね。うわ嬉しいな、またそれまた俺たちの励みになるし、はい、なりますね、それをまたね、はい、次のネタで使わせてもらえるし。まあちょっとそうっすね、その当選者の方といろいろ交流をね、はい、交流していきたいですね、じゃあ本日もありがとうございました。はい、失礼します。